皆さんお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。今回は趣味でヒーローをやっていて、スキンヘッドがトレードマーク、一撃で敵を倒してしまうワンパンチマン、略してワンパンマンを題材としたワンパンマンワールドがグローバルリリースしたので、どんなゲームかプレイしたので紹介したいと思います。紹介する内容はこちらの7点。ワンパンマンの概要、ゲームの概要、育成要素、バトルについて、エンドコンテンツ、みんな大好きガチャについて、遊んでみた感想、以上7点となります。今年はチャンネル登録者1万人を目指しておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。まずはじめに、ワンパンマン、名前は聞いたことあるけどどんな内容かよく知らんという方のために簡単に概要を紹介すると、2009年7月よりウェブサイト上で公開された漫画作品で、1日2万回観覧され、累計1000万人以上が観覧し、原作となるウェブ版をリメイクした漫画書籍の累計発行部数は2023年時点で2900万部を突破。書籍化はもちろん、アニメ化やゲーム化などされる人気タイトル。ヒーローになるために激しい特訓の末、髪を失った主人公埼玉が悪党たちを一撃で倒しまくる姿を描いためちゃくちゃ面白い作品。そんな作品の物語の概要は、主人公埼玉は何気ない日常に飽き飽きしていて、そんな彼は就職活動中にカニを食べ過ぎて突然変異したカニの怪人、カニランテと出くわしてしまう。そこで彼は悪役を一撃でぶっ飛ばすヒーローになりたかった夢を思い出し、就職活動をやめ、ヒーローとしての物語が始まるといった感じ。やばいですよね、就職活動やめちゃうんですからね。主人公の埼玉は物語の中で最強のポジションで、やばいくらい強いんですよ。さらにこの物語を面白くする立役者である脇役たちの存在も大きく、この脇役も相当強いんですが、そんなキャラたちが倒せない怪人を主人公埼玉は一撃で粉砕してしまうので、その強さがさらに引き立ってくるという感じなんですね。コメディ要素も満載なので、かなり面白い作品。そんなワンパンマンの IP を使った新作アクションゲーム、ワンパンマンワールドがついにリリースいたしました。そんなワンパンワールドのゲームの概要について、タイトル名はワンパンマンワールド、リリース日は2024年2月1日、ジャンルは 3D オンラインアクション、開発は T3 スタジオ、プラットフォームは iOS、Android、PC、 本タイトルは今流行りのアクションゲームとなっていて、現在日本で展開されているワンパンマン一撃マジファイトとは全く要素やテイストの違うゲームとなってますが、求めていたのはこれだったんだって感じです。本タイトルはなんと永久ヒーロー、イナズマックスの視点で物語が進行しつつ、原作の追体験はもちろん、オリジナルストーリーや様々なコンテンツを遊ぶことができる内容。おなじみのキャラたちは原作さながらの激しいバトルが展開され、まさに原作を踏襲した完成形のワンパンマンが楽しめる内容となってます。開発会社の T3 スタジオのインタビューでは、開発メンバーはワンパンマンのコアファンで構成されていて、原作を忠実に再現しつつも、主人公埼玉目線ではなく、ジェノスや他のキャラたちの別目線で展開されるシーンなど、オリジナル要素もふんだんに組み込んでいるとのことで、開発メンバーがその IP を熟知して、そしてコアファンだっていうのはかなり良いですよね。以前紹介したオーバーロードやブラッククローバーなんかも、開発メンバーが IP を熟知し、コアファンのメンバーが開発に携わることで、 IP ならではの良さやファンが共感できるシーンやセリフなんかも取り入れやすいし、開発の愛を感じますよね。ゲーム自体は原作を再現したアクションゲームとなっていて、オープンワールドではないのですが、箱庭型のフィールド探査はもちろん、深い育成要素ややりごたえのあるエンドコンテンツが用意されております。それではそれらを踏まえて深掘って解説したいと思います。続いては育成要素について。本タイトルの育成要素は大きくキャラ育成、装備強化の2種類。キャラ育成はレベルアップ、リミットブレイク、ポテンシャル強化。一定までレベルアップすることで最大7段階までリミットブレイクが可能、俗に言う限界突破の要素ですね。リミットブレイクすることで基本ステータスが大幅に上昇します。ポテンシャル強化は同一のキャラあるいは専用アイテムを重ねることで最大6段階まで強化が可能。強化することで基本ステータス上昇はもちろん、様々な効果を付与させることが可能となってます。装備強化はメモリーチップ合成、マテリアル装備強化、印象装備。メモリーチップは装備させることで基本ステータスの上昇やパ
ッシブスキルの獲得などが可能で、メモリーチップ合成を行うことでレアリティの高いメモリーチップを作ることができ、効果はランダムで付与されます。そのためより効果的な効果が付与されたチップを作るにはそれなりのやり込みが必要となってきます。マテリアルは装備させることで基本攻撃力とブレイク能力の上昇が可能、同種のマテリアルを必要数重ねることで強化が可能となってます。印象装備はキャラ固有の専用装備でガチャで入手が可能、1キャラ3種類の印象装備があって、そのうち1つを装備させることが可能、装備させることで一部のステータスが上昇します。同種の印象装備を重ねることで強化が可能。ここまでが育成要素で、次はバトルについて。4名編成でプレイヤーキャラ以外はオートで進行、戦闘中プレイヤーキャラの変更はできない仕様です。変更できないってある意味新しいですよね。基本操作は通常攻撃、スキル1、スキル2、スキル3、パラサイトスキル、アルティメットスキル回避となってます。各キャラそれぞれ専用のスキル回しがあり、うまく組み合わせることでスキル連携が可能。パラサイトスキルは敵をブレイクすることで追撃スキルが発動します。アルティメットスキルはアルティメットポイントマックスでキャラ固有の奥義が発動、原作を再現した見応えのある演出となってます。プレイヤースキルによってある程度攻略可能ですが、各キャラ属性があり、敵との有利不利の関係性があるので、有利属性でパーティー組むことでバトルをより有利に運ぶことができます。そして我らが主人公埼玉ですが、別格です。貫禄が違います。見てくださいよこれ。原作を忠実に再現させた強さ。これはストーリーモード限定の埼玉なので入手できないのですが、やばいですよね。これが実際ガチャから排出されたら、まあバランス崩壊しますね。ゲームが成り立たない。次はエンドコンテンツ。エンドコンテンツはストーリークエスト、サブクエスト、バイオグラフィー、その他細かいミニゲーム要素。ストーリークエストは A 級ヒーロー、イナズマックス視点で原作物語を追体験するモード。イナズマックス視点で回想しながら物語が進むので、追体験はしつつも、なんかオリジナルストーリーを読み進めてるような感じになります。サブクエストは街の住人の御用聞きだったり、モンスター討伐だったりと、基本的にはお使い系となってます。バイオグラフィーは完全オリジナルストーリーで、イナズマックスとスマイルマンのヒーロー活動をメインとした物語となってます。次はみんな大好きガチャについて。ガチャの種類は基本常設キャラガチャ、キャラピックアップガチャ、認証装備ガチャの3種類で、常設ガチャとピックアップガチャは闇鍋形式となってます。基本排出確率はどのガチャもこんな感じ。 SSR 0.6%、 SR 99.4%、 そのうち SR キャラが排出される確率は 2.55%、 天井が60連となってます。ピックアップについては SSR 確定時に 50% の確率でピックアップキャラが排出、出なかった場合は次回 SSR 排出時にピックアップキャラ確定となります。細かいルールはこんな感じになっているので、気になる方は一時停止して翻訳してみてくださいませ。それじゃあ早速ガチャ回したいと思います。はい、それじゃあガチャやっていきたいと思います。でガチャの構成はスタートダッシュガチャと常設ガチャと、あとは、これ武器ガチャですね、装備ガチャ、さらにピックアップガチャとなっていて、今日できるのはピックアップガチャ10連だね。コインが2600で10連できて、今3050あるんで、でさらにこっちの常設の方でチケットが20枚あるんで、まあ、20連行きたいなと。でね、排出確率が、まあ、さっき話した通り SSR が 0.6% っていうとこなんで、もしねその 0.6% で SSR が出た場合、欲しいキャラがですね、まあ、我らが埼玉ですね、欲しいですね。それかソニックで、ジェノス、竜巻。この子ね、竜巻。強えんだ、これ。お試しで使ったんだけど、強えんだ、マジで。なので、ちょっと狙っていきたい所存でございます。それじゃ早速、常設20連いきます。さあ、何出るかな。さあ、来い！何が出んの？あ、なんかこの青、なんかここ違うよね、きっとね。虹色とかなんだよね、きっとね。でね、必ず SR が1体確定らしいんで、これは装備じゃないか。そうか、そうか、闇鍋だ、闇鍋形式だ。そうだ、忘れてたよ、闇鍋形式です。キャラが
何が出るかな。え、これ誰だっけ、これ誰だ。おー、みんな待たせたな。永久ヒーローのスティンガーだ。スティンガー、スティンガータケノコ持ってるやつか。あ、なんかいたな、アニメでなんか見たぞ。はい、これ全部装備なんだよね。きつい、これこれきついわでね、 SR の排出確率、 SR キャラの排出確率が 2.5% なんだけど、きついね。じゃあ次10連。さあ何が出るかな。虹色になれ。ならないよならないよね。お、あ、金だ、金、金、やべえやべえ、来た、頼むよ。これで SSR の武器とかじゃないよね。すげえやだな。だとしたらやだな、やだな、怖えな。キャラかな、これメタルナイト。想定外のロキッド。想定外だろ、なんでメタルナイト来たよ。まあ、ちげえよ、なんでそこ来んだよ。マジか、キャラ1体だけか、もう1体来い、キャラ。うわ、マジか、マジか。ちょっともう普通にガチャ回そう、もうね。はい、SR の装備きた、すげえ、それはそれですげえ。はい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 、じゃあ最後ね、最後の1回。はいこれ無面ヒーローだっけ。はい、じゃあ次は、ああー、やっちゃった。よいしょ。じゃあ次はピックアップいきます。10連、さあやるよ、頼みます。金色来て、さあさあ、こっから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 、金色になれ、金色になれ、金色に、金色に、もう一回来い、来ねえ来ねえ、終わっちまった、終わっちゃったー。俺が足止めをする。ああ、終わっちゃった。最後にプレイした感想ですが、ワンパンマンファン層には結構刺さる作品で、アクションバトルは可もなく不可もなく、シンプルに遊べる内容となってます。パリーやジャスト回避といった要素はキャラ依存していて、分かる範囲では最強埼玉が使用できる感じです。そのため基本的にシンプルなアクションゲームで遊びやすいです。また奥義演出はアニメさながらの演出となっていて、ファンには楽しめる要素かと思います。育成面はよくある内容であるものの、メモリーチップが一つのやり込み要素となっていて、この要素によって同一キャラでも性能の違うキャラで強いキャラを作ることができるのは良い仕様ですね。原作を知らないと楽しめないかという点では、正直このゲームにおいては楽しめないかもしれないです。なぜかというと、追体験できる仕様ではあるものの、イナズマックス視点で物語が進むので、ちょいちょいイナズマックスのオリジナルストーリーが挟まってきます。そのため主人公埼玉の強さであったり、コミュ障な部分やヒーローとしての考え方とかが伝わりにくい状況、テンポよく追体験できないのが大きな要因。なんとなくイナズマックスがかっこいい形でストーリー展開していくので、 B 級ヒーロー作品を見ている感じである意味楽しいです。ただワンパンマンの追体験としては疑問が残ります。なんかね、すごいイナズマックスのアルティメットスキル名、稲妻飛び後ろ回し蹴りっていうのがすごい頭にこびりつくんだよね。それぐらい稲妻ックスを使用することが多いほとんど埼玉の印象ないんですよね。
以上が簡単ではありますがプレイした感想です。はい、今回は2月1日にリリースしたワンパンマンワードを紹介してまいりましたが、いかがでしょうか。日本展開については全く言及されてないので、いつ展開されるか不明ではありますが、展開されたらプレイしてみてはいかがでしょうか。ということで、今年はチャンネル登録者1万人目指しておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。か、うぜ。ちょっと待った、ぜひ名前を教えてほしい。ああ、埼玉だけど。弟子にしていただきたい。